天皇の間記念公園には本御用邸の建物の一部が移築されている。塩原御用邸は1904年に造営された御用邸である。1946年に廃止された。塩原温泉は古来より優壮な渓谷病有する温泉郷として知られていた。皇太子時代巨弱だった大正天皇は、 1902年7月31日から9月19日までの51日間、中山公爵の別荘に秘書に行刑した。1903年の夏再び塩原に行刑したが、中山別荘では長期滞在には手狭なため、区内省からの申し出で、三島志爵の別荘を借り上げ35日間滞在した。志爵三島道常は別荘剣能を検討していたものの、 果たされることなく指揮をしたため、当時の当主である、つ子こ太郎が、殿下のお好みにかなったのならば、徳内省へ堅納を申し出たことにより、1904年、明治37年に御用邸が造営された。三島別荘は、三島道常が、栃木県令を退任した後の1888年に、構えたもので、三島一族の西洋の場として利用されていた。御用邸となった当初は、 三島別荘を増改築しただけの建物であったが、1905年7月には、新御在所が増営され、翌年にはさらに増築された。敷地約1万5500坪、縦坪3000坪の敷地内に源泉を有していた。大正天皇や昭和天皇をはじめとする数多くの皇族が秘書目的で利用したが、特に幼少期の三笠宮隆人新郎が、 連年にわたって利用したことから、通称、住宮御殿と称された。また、1944年から1945年初秋に、かけて、女子学習院の初等科4年生から中等科2年生の212名と、職員31名が塩原を、疎開先としたため、昭和天皇の王女厚しない王、高古内親王の疎開先としても利用され、雇用艇前提に、 寮内心能用の地下防空壕が掘られた。1946年には、皇室財産整理のため、雇用亭は廃止されたが、視力障害者復帰施設として利用するため、厚生省へ移管された。1948年には、国立塩原公明寮が開設され、1964年に、国立塩原視力障害センターへ改編し、2013年まで使用された。 1981年の同センター改築に伴い、旧五座所棟の未近隣へ移築保存された。栃木県有形文化財に指定され、現在は天皇の間記念公園として一般公開されている。ありがとうございます。